半物質はある物質と比して質量とスピンが全く同じで構成する素粒子の電荷などが全く逆の性質を持つ半粒子によって蘇生される物質。例えば電子はマイナスの電荷を持つが半電子はプラスの電荷を持つ。中性子と半中性子は電荷を持たないが中性子はクオーク、半中性子は半クオークから構成されている。 1928年、物理学者のポール・ディラックは、電子の相対論的な量子力学を記述するディラック方程式を導いたが、この方程式から導かれる不エネルギー状態の電子の解釈について悩んでいた。不エネルギー状態の電子は、質量が負であることから、引っ張るとそれと反対向きに動こうとする奇妙な性質を持つため、ロバに似ていることから、 ロバ電子という名前が付けられた。1930年、ディラックは真空がロバ電子で満たされており、その中の泡に相当する空港が不エネルギー電子になるだろうという着想を得て空港理論を提出した。この理論によると、不エネルギー状態の電子はあたかも性の電化を持った電子のように振る舞うはずであった。しかし、ディラックは 陽電子が当時発見されていなかったことから、不エネルギー状態の電子は、静電化を持つ陽子に対応しているというアイデアを推し進め、なぜ陽子が電子の質量と大きく異なっているかについては未解決の問題としてしまった。この点はディラックの間違いであり、この論文が公表された直後に他の研究者によって指摘されたが、ディラックによれば数学上の対称性から、 空港は電子と同じ質量を持つ粒子であるべきであると極めてはっきり言明したのはヘルマン・ワイルであった。1932年宇宙船の研究をしていた物理学者のアンダーソンにより性の電荷を持つ電子、すなわち非電子が発見される。1955年物理学者のセグレとチェンバレンにより前年に建設された粒子加速器ベバトロンを用いて 半陽子を発見。この実験では、半中性子も発見されている。1995年、欧州原子核研究機構とドイツの研究チームにおいて、陽電子と半陽子からなる半水素が生成されたことが分かり、翌年1月に発表。2002年欧州原子核研究機構で日本を含む国際共同研究実験グループにおいて、 半水素の5万個ほどの大量生成に成功。2010年11月欧州原子核研究機構で日本を含む国際共同研究実験グループにおいて半水素原子38個を磁気瓶に閉じ込めることに成功。2011年4月、ベイブルックヘブン研究所の実験によりこれまでで最も重い半物質である半ヘリウム原子核が合成された。 10億回の金原資格の衝突によって生じた5000億個の家電粒子の軌跡を調べたところ、その中で18個が半ヘリウム原子核と思われる軌跡であった。これ以上重い半原子核は何らかの偶然を除けば生成確率が非常に低いため、人類が手にすることのできる最も重い半物質であると思われる。2011年6月、欧州原子核研究機構で、 日本の理科学研究所や東京大学含む日米欧などの国際共同研究実験グループにおいて反水素原子を1000秒以上閉じ込めることに7回成功装置は前回と同様のものを用いた2017年11月には雷によって空気中で反物質が生成され対消滅を起こしていることが報道された対消滅ガンマ線を検出したことが証拠とされた 物質と反物質が衝突すると対消密を起こし質量がエネルギーとなって放出される。これは反応前の物質、反物質素のものが完全になくなってしまい消滅したそれらの質量に相当するエネルギーがそこに残るということである。1ムの質量は約9 0 1 3ルのエネルギーに相当する。ただし発生するニュートリノが一部のエネルギーを持ち去るため、 半物質の対象滅で発生するエネルギーのうち、光子などの比較的検出しやすい粒子に与えられるエネルギーはこれより少なくなると言われる。半物質は自然界にはほとんど存在しないので人工的に作らねば得ることが難しい。非常に高いエネルギーを持つ粒子同士を衝突させると多くの粒子が新たに生成されることはすでに知られているが、これは粒子が 衝突前に持っていたエネルギーがそれに相当する質量に変わるためである。物質と反物質の衝突とは逆のことが起きていることになるので、それによって生成される粒子の中に反粒子が実際に含まれている。そのため現在では人工的に高エネルギーの粒子を粒子加速器という非常に巨大な装置を使って作り出し、それらを衝突させて、 半粒子を作り出し捕獲することで半粒子を得ている。半物質がどうして我々の住む宇宙ではほとんど存在していないのかは長い間物理学の大きな疑問の一つであったが最近その疑問への回答が部分的ではあるが得られつつある。初期宇宙においての超高音のカオス状態の中でクオークから陽子や中性子ができ中間子が生まれそれぞれの 半粒子との衝突で光子に変換されたり、再び体生成されていた頃に全ては起こったと考えられている。従来、物質と半物質は鏡のように性質が逆なだけでその寿命を全く同じだと考えられてきた。だが近年、粒子群の中で物質と半物質の寿命がほんの少しだけ違うというものが出てきた。最初は、軽中間子と半軽中間子である。 そして、B 中間子も半 B 中間子とでは、明確に寿命が違うことが確認された。日本の高エネルギー加速器研究機構のベル検出機による発見である。半物質の寿命がわずかに短かった。これにより、初級中の混沌の一瞬の間の物質と半物質の耐性性と対消滅において、ほんのわずかな可能性だが半物質だけが消滅し、 物質だけが取り残されるケースがあり、無限に近いほどの回数の生成、消滅の果てに、やがて宇宙は物質だけで構成されるようになったと説明できる。もちろん多種様々な粒子群の中のわずか二つの事例であるが、他の粒子での同様の現象の発見やそもそもの寿命のずれの発生基準が解明されれば、この謎は遠からず、全てが解明されると期待されている。 半物質は粒子加速器を使う各融合実験の際に微量ずつ発生しては発生の次の瞬間には対消滅で消え去っていることが観測データから確認されているが石油やウランなどと異なり自然にはほとんど存在せずそのため半物質を得るには一から生成する必要があるただし半物質を生成するのに必要なエネルギーは 半物質を燃料として消費するときに得られるエネルギーよりも大きいため結局は損をする。これは水素を燃料として使うために水を電気分解した後再び燃料電池として電気に戻して消費するサイクルに似ている。ただエネルギー密度だけを考えれば非常に高密度であるので遠い将来の宇宙開発のような特殊な用途での利用が想像されている。 半物質は物質に触れると爆発的な対象滅を起こすので貯蔵や取り扱いには工夫が必要になる。半物質は周囲の物質と対象滅を行うことにより自身の質量の200%をエネルギーに転換できるので宇宙開発上課題となっている燃料の質量を劇的に軽量化できる。NASA は半物質動力の推進機関に関心を示している。 宇宙機のエンジンとして比べれば、核分裂では核燃料の質量のおよそ1000分の1、核融合ではおよそ100分の1がエネルギーに転換されるのに対し、半物質を燃料として使えば、その大部分がエネルギーに転換される。例えば1 0 0ラムの新宇宙探査機を50年間加速させるのに、必要な半物質燃料は100マイクログラムで良い。一方、 化学燃料によって得るエネルギーはその質量のおよそ1億分の1相当に過ぎず 1g の半物質の対象滅によるエネルギーはスペースシャトルの外部燃料タンク23個分に相当する。サイエンスフィクション小説などでは強力な兵器として半物質を登場させる場合がある。実際に地球上で半物質兵器を用いるにはあまりに威力が大きすぎるため 大質量の隕石が地上に落下する可能性がある際にその隕石を破壊するために使う等、戦争に使わない強力な兵器としての利用法なども考えられている。ありがとうございます。